小松さんの好きな焼きそばということで、はい、まあね、あの小松さんとソース焼きそばが好きなんですよねって話をしてから、うん、この間福ちゃんとに行かせていただいて、うん、はい、もうやっぱ焼きそばっていいよねっていうことになりまして、ね、うん、赤坂にもいいお店があったんでね、うん、ちょっと行かせていただこうということで、うん、今回がしかも、はい、小松さんの地元である、うん、京都の焼きそばらしいんですよ。こちらです。もう見て、京都焼きそば書いてあるんです。ね、お店が焼きそば専門店さん。これよ。わ、もうあ、たまんない。もう東京カレンダーで紹介されてるんだから間違いないよね。ね、うん。いや、いい写真だね。くー、おいしそう。わ、やっぱ九条ネギじゃない？あ、そうか。ねえ、ねえ。ちょっとじゃあもう早速お腹も空いてますから。行きましょう。行きましょう。もうつか入ってここ営業中って出てますから。あれ？もう1階だ。ちょっと手裏剣が。手裏剣。京都。もしかして忍びの家ですか？ちょっと。京都もね。うん、渦政のそのそうかお邪魔しましょう。素敵な、あ、いい ね、お邪魔します。楽屋口みたいな。こんにちは。あ、どうも。あ、お邪魔します。邪魔すんだよ、高いってや。あ、関西人あ関西人のやつリアルに初めて聞いた、うん、しかもうちら関東人だから、あ、ほななーって出ていけなかった確かに。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、京都焼きそばってことはご出身が京都なんですか？そうそうそう。あ、そうなんですね。京都でもな、ええとこなんや。あら、あの、そちらの人と地方で。あ、小松さんも京都出身なんですけどさっきちょっとお話ししたんですよ。あ、ちなみにどちらなんですか？御所南。あの、はあ、京都御所の近く、お、すごい、すごい、あの、そこら辺は家賃が高いって聞きま、ね、そうなんですね。聞きました。あ、じゃあいいと。港区まではいかない。ちょっとじゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。これ券売機で。あ、はい、そうか、先に注文するんだね。はい、これ罰になってるのは頼めないですか？そう。あ、そうなんです。あ、なるほど。うんうん。あ、に平日はこうランチセットもやられてて、へー、最高。焼きそばと生卵と小ライス、おわ、パン。え、焼きそばとパン、あ、そっか。焼きそばパンに自分でしていいってことですか？そうそうそう。 うわー、いいね。わ、どうします。あ、これもすごいね。あ、これおすすめ。焼きそば細麺生卵、それがおすすめなんだ。へー、うわ、だからトッピングも生卵か、うん、目玉焼きか。しかもそのソース焼きそばと塩焼きそばがあって、うんうん、うわ、牛ホルモン、わー、いいね。牛すじ、わ、どうする、どっちにする。え、両方食べたいね、ソースも塩も。塩一個食べません、みんなで、うん、あ、みんなでシェア、シェアいいかな。塩一個シェアしてもいいですか？ありがとうございます。え、じゃあソース、じゃあソースにしようかな、うん、やっぱり。あ、餃子もいいんだ。じゃあやっぱそうね、塩の豚、うん、でをみんなでシェアさせてもらう、うん、で、じゃあ私はソース焼きそばの牛ホルモンと、うん、うわ、いいでしょ。いいね。餃子もみんなで食べたいよね。餃子いいね。あと目玉焼きつけようかな、やっぱり。目玉焼きつける、うん、私も目玉焼きつけよう、うん、目玉焼きとライスいっちゃおう、今日は。あ、いくね。あ、よしよし、全て遅かったかもしれない。あ、来た来た、全部出る、はい、で、皆さんも自由に。はい、失礼しました。花粉の季節です。お願いします。お願いします。あ、お願いします。しっかりします。はい、ちょっとたくさんなんですけど、細麺か太麺か。細麺か太麺か。細麺おすすめ。あ、細麺おすすめ。じゃ あ, じゃ あ, あ塩太麺にしてみます。お店
店の雰囲気もめっちゃ綺麗だし、うん、いいよね。ね、落ち着いてて、ね、いいね。京都焼きそばってさ、うん、こうね、ポスターがあるけど、うん、定義がちゃんとあるよね。ね、京都府産の麺を使用、うん、京都府内のメーカーのソースを使用、うん、で京都府産の食材アイテムを使用、うん、京都の B 級グルメをお食べやすえ、これ小松さん知ってました？知らなかったです。あ、京都焼きそばというジャンル、あれの知らなかったです。これをクリアしてたら、うん、京都焼きそばって名乗っていいよっていうこと、ってことだね。だから東京でもやっていいっていう、うん、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はいはいはい、はい、お姉さんは京都の方ですか？あ、全然。あ、こちらでアルバイトとかってことですか？あ、そうです。あ、京都焼きそばはもうここのお店で知ったって感じですか？あ、そうです。あ、そうなんですね。で、この今日のおすすめメニューって今の時間も頼めますか？あ、ちょっと聞いてきます。あ、お願いします。じゃあ先に乾杯。うん、今の時間でやってない。あ、夜ね。ありがとうございます。夜でまたちょっとお酒も飲んだりするし、おつまみ的にこうメニューが食べられるものも増えるってことですね。そうですね。あ、メニュー見たい。いいですか？メニュー見たがります。いや、メニュー最高じゃないですか。見てる時が一番幸せ。幸せ。あ、ありがとうございます。あ、夜メニュー、いっぱいある。待って、この焼きそばが焼ける音とともに、うん、メニュー表を見られるだなんて、うん、こんな幸せなことありますか？本当だね。目と耳で楽しむ、ね、うわ、最高。もちろん頼みましたけど、餃子もあって、うん、豚キムチとかイカキムチとか、紅生姜焼き、ベーコンエッグ、ニラ玉炒め、チャーシュー、焼き豚、はるかがもうお誕生日に食べるでおなじみ母が ね作ってくれるでおなじみ、うん、チャーシュー。いや、なんかほんとコーンバターとか赤ウインナーとかホルモン焼きとかもうほんと一杯やるのに最高の、うん、ね。あれ、京都だから九条ネギじゃこあえ最高じゃない。いいね。え、お好み焼きもやってんのね。京ベタ焼き。あ、京ベタ焼きね。何ですか？薄いですよ。薄い。ただそれしか知らない。あ、ベタってそういう、はい、こう薄いっていうこと？そば入りって書いてある。ちょっと違うか。潰して焼くってこと？薄く買った記憶があります。へえ。うわ、夜もこれ最高。今ね、こうランチで来させてもらってるけど、うん、夜いいね。夜も最高だね。春菜さんってそんな花粉症でしたっけ？いや、あの、本当なんかレベルが自分でもよくわかんないんですけど、全然大丈夫な時もあれば、うん、外を歩いてて、あ、マスクしてますけど、あ、大丈夫だなと思って楽屋入ったら、楽屋入った瞬間にうわーみたいなのもあるし、だからそう、ハウスダスト系もあるのかなっていう。あとやっぱ風でいろいろ舞ってると、うん、もうダメになりますね。あ、レモンサワー来ましたよ。鹿島さんのレモンサワーが。レモンサワーLDH のLDH じゃないでしょじゃあいただきましょう。乾杯。乾杯飲み干しそうな。いや、ほんと、うん、この間も早かったですもんね。でっかいジョッキ。そう、もう近くカフェなのにさ、なんか氷のクラッシュしたさ、うん、もうどこつけても歯に当たるだろうっていう冷たいやつ飲んでましたもんね。もう見た目最高。最高。うわうわ最高。うわ、卵、うん、そして九条ネギ。こちらがあの牛ホルモン。あ、はい、牛ホルモンだ。ちょっと、あ、いいですよ。はい、ありがとうございます。うわ、やばい、ソースのいい香り。うわ、美味しそうすぎ。こう目玉焼きの色やばくね。このオレンジのね。ね、初日の出のような。本当。
で私そのネギの中でも、うん、九条ネギ好きなのよ。ね、青い部分が美味しいネギ最高よね。ね、こんな待って大盛りでさ、あ、また待たせる。待たせるよね。いや、この細麺の細さも最高じゃない？確かに思ったより細かった。うん、これはうまいね。これはうまいよ。いただきます。いただきます。いただきます。ああいうのりですけど、まさに職人の時は職人。あ。やっぱね、そうね、そう、作ってる時の、うん、最初ね、こうフランクに、うん、こう楽しませてくれて、作ってる時はもう職人ね、集中してね。え、これちょっと写真撮ろう。あ、確かに撮りたい。あ、か、置いてきちゃったスマホ。わあ、ちょっと、わあ、うわあ、え、なんか何このソース？あのニラと一緒に、はい、乗っけて。はい、ニラだれ。うわ、うわのいい香り。最高。最高。かー、そう。ニラだれがやばいな。ね。ニラだれなんて初めて。このニラだれは京都風なんですかね。あ、多分あのお店、あのオリジナル。あ、お店オリジナル？へえ。レモンサワーに合うんじゃないですか。飲まない人がね。ちょっとまずはでも焼きそば。ね。うわ。この。あ、この常に。ちょっとここにあるのね、香りが。この香り。これは絶対やばいよ。これの食品サンプル欲しいんじゃない？欲しい。いただきます。うん。ソースかと思ったら、後に甘みが来て、うん、その後スパイシーさが来て、うん、これ野菜とホルモンの甘みもあるのかな。めちゃくちゃ合うね。わ、ソースほんと美味しい。ね、スパイシー。これ、ね、麺も細麺最高ね。で、この細麺に合わせて、うん、キャベツを細く、あ、ほんとだ、切ってて、あ、四角じゃないんだ。そうなんです。一緒にこう入るときにすごいちょうどいい。九条ネギもそうだし、この東京の甘いソースとはまた違うわ。違うね。うん、うん、うまっ。おいしい。ここにソースもできるしね。あ、そうなんだ。辛口ソースって書いてある。優しい。うん、このネギも大量にさ、うん、口に運べるのがいいよね。大量に口に運べる。あなた次第です。運べるか運べないかはあなた次第です。いや、こんだけあるから。当たり前のことを言って。これさ、ここ見たら、うん、味変にどうぞって言って、カレー粉。カレー粉すごいね。ちょっと発生しました。塩。あ、うわー。うわー。太麺もいい。結構太麺。塩気。うわ、美味しそう。美味しそう。紅生姜。美味しそう。うん。やばいですね、これは。うん、塩もめちゃくちゃ美味しそう。ね。太麺もめちゃくちゃいいじゃない。うん。ほら、うわうわうわ。で、胡椒のすごいいい香りがするんだよ。そばにこんなに注目してる YouTube ないでしょ。確かに確かにね。それよくわかる。そんなコーナータイトルになったんだよ。小松さん発信の焼きそばですから。あ、ごめんなさい。いいですね、焼きそばに注目するって。いい。ちょっと多く取っちゃったかな。あ、餃子食べて出す。餃子、あ、
餃子。今すぐキスミーみたいな。今すぐ餃子。今すぐ餃子。食べよう。ちょっとこのニラダレ、初めてのニラダレ。どういう味なんだろう。いただきます。めちゃくちゃ好き。すごい首回るね。めちゃくちゃ好き、ね、お酒にも合うし、ご飯なんか最高。いいね。待って、あ、また待たせた。このニラはもうこの後人に会うとか、会ったとしても食べたくなっちゃう。ここに来たら食べなきゃだよ。うまい。うまいね。おいしい。最高です。うまいネームイズネギダレよ。うわ。うまい名前、それはネギダレ。ニラダレだけど。確かにずっと間違ってた、焼きそばやばい。あとさ、鉄板に忙しい、鉄板にいることによってこの焦げが、あ、でも生まれるね。最高。ちょっと塩焼きそばいただきます。いただきます。塩。うまい。うまっ。胡椒やっぱ効いて、塩だれもうまい。本当だ。てか太麺も良くない？いいね。ね。もちもちしてるね。すごいしっかり味がついてる。ね、めちゃくちゃ美味しい。うん、幸せすぎるでしょ。本当。赤坂って、僕も TBS でやってる。はいはいはい。編集所とか、結構食べ尽くしたと思ってたんですよ。はいはい。日曜日って やってなくてあんまり。あ、そうですよね。そうか。そう、食べるのもないなと思って。このチョイスがあるな。しかも日曜やってくれてて、で、焼きそばなんて最高じゃないですか。ね、ランチとかでもね。ランチ。しかも食券でね。一人でパッと食べるにも全然いいし。うわ、ホルモンもうまっ。あ、生卵。生卵しました。あ、じゃあつけるタイプだ。つける。その絵も見たい。ですね。うわ、あ、もういきなりだ。うわ、見せるね。引きつける。すぐには喋らない、ね、見せるね。見せるよね。ご主人、はい、最高に美味しいです。最高です。ほんまですやん。さすが味わかってるわ、角野さん。角野卓造じゃねえよ。いや、本当に全部この私たちニラダレで餃子食べるのも初めてなんですけど、すっごい合いますね。オリジナルなんですか。そうそうそう。あ、じゃあもう京都とかでもなく、もうここでしか食べられない。そうそう、これもな、はいはい、青年組合とかが作るはずなんやけど、はい、うちはこれの前から京都焼きそば言うところをあれでやってる。あ、そうなんですか。先駆けみたいなことなんですか。もともと京都でやられてて。やってるよ、今でもお好み焼きとかな。はいはいはい。でもちょっと東京にも出そうっていうので、そうそう、赤坂に。なんで赤坂になったのかは不思議ないけど。ここの天の七不思議の一つ。なぜ赤坂なのか。京都焼きとかも知らなかったんですけど、京都出身。まあ2年ほど前やから。あ、そうなんですね。名前つけたから。その前からやってたんやけど。え、赤坂でやられてどれぐらいなんですか？今2年ちょっとです。あ、そうなんですね。そう、赤坂よく来るのに。ね。で、これなあかん。ですね。ほんまに。鉄板で出すスタイルっていうのも、ちょっと京都焼きそばの。いやいや、普通も京都はもうほんまの鉄板のところで食べるから。あ、そうか。
だからそこでお好み焼きも焼いたり。あ、そうか。ベタ焼きってやつ、薄いやつですよね。まあ、そば入れてな。広島焼きみたいなやつ。そば入ってます。うん、京都しかないから。広島焼きと友達やけど。ああ、名前が違うから。うん。だからでも、粉物のあれが戦後できたから。あ、ここにお店に出すまでは東京に住んでなかったってことですよね、ご主人は。え、どうですか、東京。いや、ほとんど赤坂から出てない。あ、もう家とお店も赤坂で。そうそう、この近くやから、うんうん、ほとんど出ない。あ、そうですか。たまに観光しようかなとかないですか。あ、そうなんですね。行こうとも思わないですか。お金なかったら面白ないで。そうか、京都はね、観光するとこいっぱいあるし、うん、小松さんもちょっとやっぱ関西弁戻りますね。戻ります。もうね、いると。最近帰ってたんで。あ、そうかそうかそうか。うん、やっぱ京都弁と大阪弁ちょっと違いますよ。そうそう、ね、全然違う、うん、なんか分かります。大阪の人は京都の人なんかよく対立みたいなの聞きます。京都の人はどうなんですか。あ、そうなんですよ。でもって言うんですよ、表向きは、うん、表向きはね京都の方が上やと思ってるんでから相手にしてないぐらいの感じってことですよね。そうじゃないって言うけど、うん、めちゃくちゃ意識してます他は滋賀県とか奈良とかはどうなんですか。そこは本当なんだ。修学旅行生シーズンになると京都の方はどう思うんですか、修学旅行生に対して。もう慣れたもん。外国の方が増えたからな。うん、バスが、うんうん、京都って電車がないんで。あ、地下鉄が何本走ってる。うんうん、例えば一本うんうん、バスしかない。うんうん、みんなバスなんですよ。うんうんうん、修学旅行生と外国人もバスいっぱいで、あ、市民が乗れない。あ、うん、移動できない。めっちゃ問題になってます。あ、夕方。京都行ったんじゃん。でも京都も去年も京都も何回は行ってますね。どこ。あのフラッと、うん、何、どこ行くの。やっぱ千葉はご飯目的かな。へー。じゃあお昼はここ行って、うん、夜はここ行って、うん、とかで、そのご飯屋さんのおすすめとか、うん、やっぱ美味しいものを作る方のおすすめを聞いて食べたりするかな。へー。あ、そうなんです。我々月1福岡行けるんですよ。猫ミーム一発で、ただただ遊びで撮ったんですけど、